今日はアンパンマンミュージアム55乗り物タウンだよ。アンパンマンたちが働く乗り物に乗って遊ぶんだよ。こんな大きなタウンマップがついているから、これと一緒にいっぱい遊ぼうね。アンパンマンは警察官の格好をしているね。このパトカーに乗ってパトロールに出発するよ。バイキンマンはヘルメットをかぶって何か工事をしているのかな？このショベルカーに乗って出発していくよ。メロンパンナちゃんは消防士の格好をしているね。この消防車に乗ってパトロールに出発するよ。食パンマンは郵便屋さんの格好をしているんだね。この郵便カーに乗って配達しに行くよ。中にはお手紙いっぱい積んだのかな。ドキンちゃんは看護婦さん、ナースの格好をしてるのかな？この救急車に乗ってみんなを助けに行くみたいだね。ロールパンナちゃんはお花屋さん。ハンバーガーキットはハンバーガーショップ。クレープ屋さんも開店したよ。バイキンマンはこんな通行止めの看板を立てて何を始めるんだろうね。アンパンマンミュージアムのお仕事いっぱい55乗り物タウン、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。通行止めの看板を立てたバイキンマン、どんな悪さをするのかは、また別の動画で公開していくよ。楽しみに待っていてね。